緊張する。ゆでセルも緊張する。やばい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 。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。船田みたいな。船田説。そんな、日本人のインスタじゃないんだよ。大丈夫だよ。ないないない。いやいやいや、わかんないよ。ギスギスして。姉さん、姉さん。やめて。姉貴は。あんまギスギスしてるとか言って始めたくない。はいさーい、はいさーい、リュウダイアイビー。マイク持ってなく。皆さんこんにちは。今週もリュウダイアイビーの時間がやってまいりました。今週はブロードキャスト部7名でお届けします。パーソナリティは、琉球大学理学部4年次の若菜と、はい、琉球大学工学部4年次の池原たつきと、工学部4年次の桃代と、国際地域創造学部1年次の窓と、人間社会学部人間社会学科1年次の綾瀬と、理学部1年次前田龍之介と、理学部1年次佐賀和で、お届けします。はい、はい、ちょっと人が多すぎてすごいですね。7名初めて、こんなに映るのは初めてかもしれないですね。テンポ感がつかめない、これだけ多いと。最初のやいみ、まあ対策を考えているので楽しみにしててください、はい、沖縄大好きさんコメントありがとうございます。こんにちはということで、こんにちは。すごい数、いや本当ですよね。本当にすごい数。初めてじゃない、初めての気がする。喋る、全員が喋るのは、そう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 、初めて。持っていいんだよマイク。持たないと、持たないマイクで喋って、マイク持ってこう間とかにしたい。回そう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 。我が我がで喋って。あ、そうだ、言ってないですね。この番組は、現役留大生が、琉球大学の研究や沖縄について先生や学生と語り、皆さんに魅力をお伝えしようという番組です。はい、じゅんじゅんさんっていうのかな、おお、はい、いっぱいいるということで。そうなんです、いっぱいいて、今日は4年生3人と、はい、はい、と1年生の4人でお届けします。はい、お願いします。コメントもたくさん待ってます。待ってます。ということで、本日は夏休みが終わって一発目の放送ということで、みんなの夏休みの思い出だったり後期の目標などをお話ししていきたいなと思ってるんですけど、まずオープニングトークということで、はい、衣替えについてちょっと私聞きたくて沖縄出身の人いますか？はい、2人だけ、はい、2人だけか。沖縄にいたら衣替えをしないなってふと思ってたんですよ。ふと思ったシーンが。確かに。しないですか？しないっていうか、11月いっぱいまで結構暑い時期が多いので、うん、ずっとなんか半袖というか、うん、涼しい格好が多くて、ね、まあ、衣替えしないっていうよりかは、うん、その冬服あんま持ってないが正解かな。だかそんな引っ張り出すほどの、うんうん、多分服がないが多分正しいと思います。いや、はい、なんかなんで気になったかって、来週ちょっと関東に旅行に行くんですけど、はい、気温を見たらマックスで22度。そうだから寒いと思っちゃって、うん、気温の変化がすごい。そうでもね、それが普通で生きてきたから、うん、沖縄の人って衣替えって知ってるのかなと思ったんだけど。あんまりなんかそういう文化はないかな。うん、うん、そっか、確かにこっち来て冬服買わなくなりましたよね、うん、冬服あんまいらない、うん、悲しい、言うて、え、悲しくないですか？まあでも、まあ寒い時につけるから、うん、けどどうかな。まあちょっとつけたいっていうあれはある。あ、希望、希望というか。マフラーってこと？マフラー、そうそう、マフラーとかコートとか手袋とか。いやいや、本当ね、使わないよね。そう、コートとかマジで使わないから、悲しいなっていう、そうそうそう、お話でした、うん、長袖って何？長袖って何？おお、なかなかな。じゅんじゅんさんありがとうございます。全然長袖って何って感じ、うん、全然半袖のやついるからな、冬でもな。クリスマス半袖っていうのが私的にはちょっと信じられなくて。まあまあ、でもクリスマスの時期はさすがに寒いよ。本当？さすがにね、うん、なんか私が入学した時はなんか先輩にクリスマスは半袖で過ごせるからねって言われて、ギリギリだな、ギリ、おおって思いました。ジュンジュンさんいいですね、ノリに乗って衣替えって美味しいのって。いやいや衣、本当ね、衣だからやらないけどね、一応
まあ、うん、やらないな、本当に。やらないんだ、そうなんだ。ちょっとなんかね、四季が感じられなくて、いいような悪いような、寂しいなっていうお話です。ちょっとね、マイクがあれなんですけど、あ、そう、Z さんもコメントありがとうございます。女性はおしゃれできないってことですね。それ言いますよね。そうなんですよ。おしゃれできないんです。あ、なんかいっぱい来ました。ありがとうございます。そう、なんか私は北海道出身なので、逆に寒すぎておしゃれができなかったんですよ。こう絶対に前を締めなきゃいけないし、マフラーはこんななんかストール巻きみたいなのしてたら死んじゃうので、ぐるぐる巻きで、はいはいはい、逆に、なるほどね。そうって感じだったんで、中に着てる可愛い服とかは見せれなくて、寂しかったら南に来てしまったっていう。ちょっと通り過ぎちゃったかも。そうそう、ちょっと行き過ぎたっていう。コメントたくさんありがとうございます。ジュンジュンさん、おじさんも一昨日内地から帰ってきたけど、沖縄暑っ。やっぱり暑いですよね。今日暑いです。今日暑い。今日暑い。え、昨日だっけな。昨日ちょっと寒かったかな。涼しいなみたいな時も。買ったけど結局。今日、そうそう、結局ね、30度って。まゆゆさんもコメントありがとうございます。こんにちは。うちの娘は将来数学の先生になりたいと言っています。来年留大の教育学部か理学部に行きたいなと言っています。お、理学部の雰囲気とか入った方がいいよ、楽しいよというところを教えてくださいということで、はい、今日理学部が実は3人いて、はい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 、おー、いいですね。でもちょっと残念ながら地学系2人と生物1人っていうちょっと答えれるか分かんないんですけど、でもちょっと理学部の話もね、目標の時にできたらいいなと思います。じゅんじゅんさんもコメントありがとうございます。女の子は、あー、分かんない、鍛える、何を何を、寒さ鍛える、あ、なるほどなるほど、うん、そう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 か、あれか、女子高生とか、あー、なるほどなるほど、ありますね。じゅんじゅんさんもたくさんコメントありがとうございます。皆さんもコメントお待ちしてます。それでは今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マイク回し難しい、まあ対策があるんで任せてくださいよ。対策、うん、ちゃんと機材あるからね、ちゃんと音出さないと聞こえないから、分かんないから、うん、あれ、ツイキャスは CM 中も声が聞こえてる、めっちゃ聞こえてる。ジュンジュンさん、ありがとうございます。体をきちっと薄着に耐える体ね、そういうことだと、だって私たちあれだもん、よくある冬国、雪国だけど冬はこうちょっと生足出してハイソックスみたいな、の学生をちょっと顔にしちゃって寒いよ、ちょっと恋しいな、寒いよ、そうなの、うん、あったかい方がいいよ寒いの、四季が好きなんだなって思う。あ、そういうの、うん、わかる北海道南部かな、今20度だ、9月に秋田に行ったら11度って、寒すぎ寒すぎる、びっくりした。2月後半に雪降ってびっくりした、その2月後半に山形に、え、2月だったでも2月後半から3月、一応みんな始まります。龍大 IB をお聞きの皆さん、こんにちは。改めまして、本日のパーソナリティナリティは、琉球大学理学部4年次の若菜と、はい、工学部4年次の池原と、工学部4年次の桃代と、国際地域創造学部1年次の的と、人文社会学部人間社会学科1年次の綾瀬と、理学部1年次前田龍之介と、理学部1年次佐賀和人で、はい、お届けしますということで、はい、ブロードキャスト部総勢7名で、放送してるんですけど、ちょっとねマイクの個数が大変なんですけど、まあ、ちょっと楽しみにしててくださいということで、本日は夏休み明け一発目の放送ということで、まずはみんなの夏休みの思い出について話していこうと思っているんですが、これシナリオはね、ここで話すことになってるんですけど、
人数が多いということで半分に分けるくじを作ってきました。くじ、これで分けて、どんぐらいかな、ちょっと時間を決めて話していこうと思います、はい、ということで席替えもあるので、ちょっと席替え、あ、なんか席替えもある、じゃあ赤の人から喋る、あで赤の人はじゃあこの黒椅子に座ろう、はいはいはい、ということで、はい、すごいよね、ちゃんと。どうぞ、好きなの取っちゃおう。あ、取って、取って見せていいよ。あ、じゃあ、せーので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 、せーの赤だった若菜、桃よ、和人から、夏休みについて話していきます。後半の青組の人たちは私が入らないので、各自で回してくださいということで、何分にしようかな、7分ずついきます。3人で7分って結構しんどいかもね。しんどいかな。え、頑張ろう。 いけるよ、喋れるよ。いきます。それでは7分間私たちのおしゃべりを聞いてください。そんな行きます。よーい、スタート。はい、ということで夏休みについて話していきましょう。え、なんかちょっと恥ずかしいね。ドキドキするの。お願いします。4人見てるっていう。そう、お願いします。え、ちょっとマイク持ってツッコミとかもしてもいいけど、まあまあ欲しい欲しい話しててって感じ。そう、後からもいっぱい話すから。じゃあまず夏休み一大イベントといえば龍大祭ですな。かなですね。龍大祭でした。うわ、桃代はね、そう、参加できなくて帰省をしていていなかったのかな。そうなんですよ。で、2人の話聞きたいな。じゃあ和人から。待って、自分からそう。うん、もちろん。龍大祭はですね、やっぱいろんなサークルを掛け持ちしてて、うんうん、まあ、一番はアカペラなんですけど、はい、まあ、アカペラは本当に練習きつかった。いや、すごかった、ね、練習多かったし、ね、なんかやっぱり帰省とかのタイミングもあったから、みんなでこう6人で1バンドなんですけど、うん、6人全員で集まるってことがやっぱできないことが多くて、なんか5人とか4人とかで集まってやって、当日に6人で集まってやっと合わせられるみたいな、だからもうほぼぶっつけ本番みたいな。へー、だってアカペラだからより一層じゃない？歌えばいいわけじゃない、ね、歌えばいいわけじゃないし、うん、すごいな。し、まあ龍大祭はもういろいろありましたね。大変だった。大変でした、ね、一番のイベントが龍大祭なの？アカペラ、まあ、そうですね、まあ他もあるけど、一応他もあるけど、うん、まあ、大々的にその皆さんに見てもらえるのはやっぱ龍大祭がメインですかね。なるほど。え、初めてやってみた感想は、うん、いやもうなんか正直ちょっと風邪とかひいてたから、うん、もう緊張とか以前にうまくできてるかどうかみたいな、音も分かんないから、もうとにかく自分の音を探してもここここここみたいな、すごいな、すごいプロって感じ。ほんとすごいと思う、ね、アカペラな、大変そう、難しそう。聞きに行きたかった。そう、私も実は店番で全然行けなくて、うん、ちょっとね、ブローズキャスト部のメンバーが動画を撮ってくれてグループで共有されるっていう、ね、そうそうそう、なんか聞いてあげて。そっか、ってる。そうそうそう、あの動画はそう、されてるの。そう、さっき車の中でちゃんと動画探そうとか言ってたの、うん、あ、そうなんだ。友達辿って動画探そうとか言ってたから全然グループに入っちゃってるって。お、やったぜ、うん、ちゃんと見ます。イエー。あ、じゃあ見てください。あ、いいね。おいいね。そう、私はね、ブロードキャスト部で実は、ドリンクを出していて、視聴者の方も来てくださった方ありがとうございました。そうですね、すごい大変だった準備。うん、なんかメンバーはいっぱいいるけど、それこそ掛け持ちが多いから、うん、そっちの準備に行っちゃって、なんかあれみたいな、人いなくないってなってて、すいません全然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 いいんだけど、そういなくて大変だったし、うん、飲食を人生で初めて やったっていうか、その一から考えて、メニューを考えて、値段を考えて、材料買って売りますみたいな、すっごい大変で、でも当日はすっごい楽しかったです。あ、すごい、インスタとか見ててすごい楽しそう、キラキラしてるって、友達からも飲んだよって送られてきて嬉しい嬉しい。そうなんだ、ありがとうみたいな。そう、桃代はね、たくさんインスタで告知をしてくれて、そう、それしかできないと
そう、みんないっぱい本当に来てくれて、なんか本当に友達ばっかり来たって感じだったかな。そうっす、ありがとう友達たち、ありがとう友達って感じ。そう、じゃあ他龍大祭以外の思い出、それこそ桃井は何かありますか。どうしよう、さっきスケジュール見てて、ブロードキャストのビーチパーティーしたなって、あしたね、ビーチパーティー。でもねいなかったごめんね。いつもかけちゃってる。いつも誰かしらかけてるから。そうそうそう、すっごい強風の中、すごかったね。すごかったよね。台風が近づいてるかなぐらい、天気は晴れてたけど、すっごい波高くて、ね、そう、飲まれるんじゃないかっていう。そうそう、そんな高くて、最初わーって言ってジャブンって入ったんだけど、これは溺れるってなって、みんなで浮き輪を借りる。そう、海の家にあるありったけの浮き輪を一人一個借りてみんなでプカプカって。そうそうそう、すっごい楽しかったよね。すっごい楽しかった。流れるプールみたいな。あいいな。いやでも命の危機を感じて浮き輪を借りたから。そう、海って怖いなって、ね、怖いなって。いい思い出だなって思ったかな。楽しかったね。なんかまたやりたいな、ね、やりたい。ちょっと、あ、そういえば、そう、部長と副部長を代替わりしたので、実は私はもう何も約束がなく、だから新しい部長と副部長よろしくお願いします。お願いします。 お楽しみにしててください。企画をしてほしいですね。お、あと2分も残ってます、どうしよう。あとじゃあなんか、え、夏休みその帰省してた時期になんか面白いことは。帰省してた時期は2つ、コンサートに行って。おー、はい、一つが超ときめき宣伝部って分かります。分かります、分かります。初めて行ったんですよ、はいはい、初めてなんか女子アイドル、女性アイドルのに行って、はいはい、なんかうおーいって感じで、感動しました。もう声が、ファン層はそのうおーっていう男の人たちが多い、半々ぐらい で、 でも、ね、自分がジャニーズとかが好きだったから、うんうん、あんまり言っていいのかわからないけど、うんうん、お手洗いが空いてるっていう。あ、めっちゃ並んでない。なるほど、並んでる、ね、全然並んでなくて。そう、そういうアイドルの、ね、コンサートは基本男子トイレも女子トイレに変えられるぐらい結構混んで すごいから。でも全く空いてない。あ、空いてて、へ、入ってないぐらい誰も。すごいな、思い出がトイレが空いてるって感動して、妹と言ったけど、うんうん、え、こんな空いてるの初めてだねみたいなのが思い出なのと、すごいこんな可愛い子いるんだこの世の中に。すっごいよね。すごい。キラキラしてるよね。そう、今ちょっとさっきも見てきました YouTube で。あ、いいね。かわいい。推し活してる。推し活してます。はい、カズトはなんかそのアカペラ以外に何かありますか。龍大祭以外ですか。うん、やっぱ怪我っすかね。お、何の怪我ですか。なんか龍大祭前の2週間と龍大祭後の1週間ちょっと休みがなさすぎて、なんか腕とか足にボツボツとかできてる。実はあれでしょ、ね、ラグビー、実はラグビーで怪我して、そでそこら辺からちょっと風邪ひき始めて龍大祭2日間あったんですけど、うんうん、1日目は7度5分で出てすごいよね。2日目は8度、やばすぎ、どっちも風邪薬服用しながら出るっていう。いやいや、すごいな、すごいな、芸能人みたいな感じで。その後の1週間も休みなく動き続けて、うん、なんかボツボツ増えて左足腫れて、うん、でその9月の末にアカペラの合宿があって、その時に医学部の方がいて、タイマーが鳴ったので、じゃあその話を終わりにします。あの話していいよ最後まで。でその医学部の人に、うん、なんか一番めちゃくちゃ怖い一言言われて、うん、その足教科書でしか見たことない。怖いかも。怖すぎて、もううわーってなって、やばいやばいやばいと思って、もう行って、うん、そしたらもう多分これ怪我もあるけど、うん、これ多分ヘルペスだから、あの多分動きすぎたよ君って言われて、すっごいそんなになるまで動いた。あ、じゃあすいません休みますっつって、だから今薬飲みながら、うん、左足の腫れも引きつつ、うん、このヘルペスも治りつつだから。ちょっと休まなきゃなと思ってます、ね、早くない、なんかそのエンジン入れるの1年生でしょまだ。いやいやいや、すごいね。いいね、エンジョイしてていいよね。楽しそうでは、ね、コロナだったから。そうそう、確かに何もやってないねって、ずっとオンラインだったね、今思うと。確かにいいな。なるほど、ということで私たち3人の夏休みの思い出でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは席替えです。はい、お願いします。お願いします。これ喋らなくてもいいのか。うん、大丈夫。はい、急げ急げ。
じゃあそれでは、はいはい、入ってますか、はい、じゃあそれでは、後半青組ですね。じゃ あちょっとスマホ取ってもらっていい？あ、はいはい、じゃあ7分なので7分でじゃあお話お願いします。いきますね。はい、よーいスタート。はい、そうですね。じゃあまずせっかくなんで龍大祭どうだったのか一人ずつ聞きたいなと。どうでした？龍大祭ですよね、はい、そうですね、初めてのイベントだったんですごい緊張したんですよ。接客とか初めてで、自分レジ担当だったんですけど、なんかうまく喋れるかなとか思ってたんですけど、なんとかみんなで協力していっぱい売ることができたのですごい楽しかったです。どうでした？いやなんかこう僕も今とほとんど同じで出店が初めてっていう中で、まあ、なおかつちょっと直前まで帰省とかでなかなか参加できなくて、本当迷惑かけつつも、まあ、とりあえずやりきれたなっていうのが一つ思ったところですね。どうでした？そうですね、僕は高校3年生の時にまあ、コロナで学祭がなくなって、飲食をする機会がそこが初めてだったんですけど、まあ、なくなってしまって、まあ、今回初めての飲食関係だったんで、少しどんな感じになるのかなと思ったんですけど、うん、まあ少しは力になれたし、まあ、楽しめたので良かったかなって思います、はい、まあ楽しかったですよね、まあ、楽しかったです。売りに行けて、はい、はい、ちゃちゃ入れてくる、ちゃちゃ入れてます。まあでも熱出てた。めっちゃ熱出てましたね。怖いな、でもそれ本当に。こっち。あ、違う。空気。そうですね。なんか自分はどっちかって言ったら、その特攻隊じゃないですけど、実際に持ってその道に売りに行くっていうのやったんですけど、かなり楽しかったですね。いろんな人に会えて、それこそ知り合いとかにもあったので、知り合いに買ってもらったりとか結構しましたね。はい。っていう感じです。そうですね、他に、そうですね、夏休みどっか行ったよって方いらっしゃいますか？で、県外とかじゃなくて県内でどっか行ったりとか。まだしてない。あ、なるほど。事例行ってるって話聞きましたけど、どうですか事例は？あ、すいません、自動車学校、すいません、自動車学校、はい、自動車学校、はい、あ、そうですね、学祭終わってすぐ行ったんですけど、まだ入校式と適正検査と座学一つしか行ってないんで、まだその本当行って少ししかなんで、まだなんで、まあ今からです。今から、はい、車の中でマトも、あ、自動車学校行ってる？あ、行ってますね。おお、いいねいいね。どこまで進んだの？今2段階に入ったってところ、ね、お、結構進んでる。結構進んでる。いいねいいね。でも、はい、運転が結構下手くそなので。いや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 、みんなよ、それ大変でしたね。え、どうですか、自動車学校行ってますか？行ってないです。行ってない。今からです。なるほどなるほど。いや、怖いですよね。すごいなんか事故りそうだなってずっと考えてて。どうですか、自動車学校って楽しいですか？楽しいですか？楽しいですか？まあまだ今はそうですね、まだ楽しいですね。入校式しかしてないから。そうですね、はい。どうですか、運転して？いや、本当運転するのが難しいのが、もう本当に僕は不器用なところなので全然できないです。確かになんかでっかいですもんね、車。でかい。感覚が分かんなくなる。感覚がでかい。うん、あと個人的にこう僕右目だけすごく視覚が悪くて視力が、はい、で仮面の時の前に眼鏡をかけることになっちゃったんですよ。あ、はい、だから1段階の練習の時に眼鏡かけてなくて、2段階から眼鏡かけた状態でなって、また感覚がバグってしまう。なるほど、距離感分かんなくなっちゃう。ちょっと今だいぶ狂ってます。あ、なんか沖縄らしいところ行ったりとか。あと半分です。あと半分。あ、はい、大丈夫です。沖縄らしいところ行ったりとかしました？いや、僕はちょっと行けてないです。まだ、はい、沖縄らしいところは全然行ってないですね。それこそなんかさっきもう話上がってたんですけど、うん、ビーチパーティーやったりとかしたんで、うん、もっとやりたいですよね。それこそ企画してください、うん、企画してください。副部長さん、お願いします。企画してください。今どっちもいない部長は副部長そう、企画してほしいですね。それこそ去年とかペンション行ったりしたので、はい、今年もね行きたい。そう、あ、そうだ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 、そう、去年はねペンションしたんですよね。なので今年もペンションしたいな。ペンションってわかるよね？大丈夫、家みたいなやつ。そうそう、家みたいなやつね。そう、家みたいなやつ。そう、
なんか借りれる家みたいな感じのやつを借りて、それこそバーベキューして花火してっていうのをやったので、そう今年もねぜひやりたいなって思ってます。思ってますか、企画してくほしいです。もう僕らは4年生なんでね、はい、あのあれ部長に託したいなと思ってます。はい、部長なんか部長ちょっとなんか気負ってたけど大丈夫かな、ちょっと私たちが言いすぎた、詰められ方が違う聞いてるかなこの放送。いやいや怖い怖い怖い香水詰められすぎです。いやそんなことない、なんか自分はそんなことないと思ってるんだけど、パワハラならないから大丈夫かな。大丈夫、楽しいことやりたいよっていう。ああなるほどね、なるほどね、なるほど。めっちゃ空気だから。ちょっと4人でしまって。4人でしまらないです。そうそうだ。そうですね。じゃあどこ行きたいとか、それこそせっかく沖縄来たのでありますか。まあそうですね。今先輩におねだりチャンスだよ。そういうこと？いやでも美ら海水族館行きたいです。ああいいですね、いいですね。はい、どっか行きたいとか。あ、やんばれとか上の方に行きたい。ああはいはいはい。確かに上の方行きたいね。どっか行きたい。大石林山っていうところがあるんですけど、なんか洞窟冒険みたいなところがあって、なんか行ってみたいなって。みんな北部行きたいだね。そうですね、車で行くと結構大変なところ。連れてってあげないよ先輩。俺ちゃ免許持ってる人聞いちゃった。よろしくね。まあまあまあ、それこそあれの時とか、それこそ美ら海とか行ってテンションとか行ったら楽しいんじゃない。そう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 、そういうなんかイベントの時とかにみんなで行きたいね、美ら海とかね、うん、確かに。ちょっと盛り下がってない、大丈夫。盛り上げてて。あとなんかあっち行きたい、自分は福木並木、そうそう、あっち行きたいなと思ったんだけど全然。いやいや別にそんな沖縄海だけじゃないから。うん、そうそうそう、海だけじゃない、そうそうそう。まあ、海見たいんだったら渡嘉敷行きたいね。渡嘉敷、那覇からフェリーですぐ行けるところで、渡嘉敷めっちゃ綺麗だから、渡嘉敷島、渡嘉敷行きたいなと思ってるけど、渡嘉敷で泊まるとかもありかもしれない。武蔵さん、留大理学部4年次の若菜ちゃん、工学部4年次の池原さん、桃代さん、人文社会科学部1年次の綾瀬ちゃん、国際地域創造学部の的さん、和人さん、こんにちは、生放送お疲れ様です。ブロードキャスト部全員集合、豪華絢爛ですね。これは実は全員集合ではないんですよね。まだいるんですよ。全員でもないんですけど。まだまだいますよ、はい。あ、実は今タイマーが鳴りまして、はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ一旦席戻りますか。一旦じゃあ戻ります。はい、戻るの。あ、じゃあこのまま行こう、このまま行こう。このまま行く。え、どうでしたか、話をしてみて。いやー、どうでしたか。どうでした。いや、なんかたつきの一人回しになってた。なんかすごい喋ってるみたいな。そうそう、うん、なんかでもね、まあまあ、もうちょっとガツガツ行こうぜ。ちょっと前半組がちょっとおしゃべりだったかもしれない。ちょっとおしゃべり軍団だったかもしれない。もうちょっとガツガツ行こうよ。う、ね、まあ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 、はい、まあまあまあ、いっぱい楽しい。そう、私たちはね、夏休みはずっと続くみたいな、沖縄はずっとね、夏だから、うん、楽しんでいこうねっていう。ああ、そう、テンションとかやろうねっていう。10月とか11月まで海入れるから、そうそうそう、ぜひぜひっていう感じです。楽しんでいこうということで、うん、それではここでリクエストソングに、すいません、リクエストソングコーナーに参ります。はい、実はカズトがリクエストしてくれました。それではお聴きください、ポルノグラフィティでミュージックアワーです。これもういい？もういい。喋ってね。もうね。あれだから、なんで？あ、もう、まあいいや。次はみんな宣言、宣誓してもらうんで。理想は、ありがとう。結構一人一人、先生、私は何々をします。先生、あ、私、何々はって名前言ってほしいか。わかんないから。私、若菜は？何をしますで短めに言って、4人とか3人回って、え、ちょっと誰々のどういう意味とかをやってって、だからその先生だけで意味は分からなくてもいいよ。
逆に優秀の。そう、優秀な方が盛り上がる。緊張してない？してない？ちょっとしてちょっとしてあ、話すつもりなかったのか、いろいろさ大丈夫ね。いい、歌ってよ歌ってよ、わかんない歌ってよ、曲は知ってるけど、振りがあんまり分かんない。え？振りある世代じゃない？そう。ちょっとじゃ本当にね、本当にこれなんだよ、ね、本当にこれさっきじゃん。じゃあみんなライブでこれしてるよ。へぇー、なんかあれなんですこれ、なんか最初あ、これ使っちゃうと、あ、ツイキャスあ、そうなってるから、なんか最初本当はそのこの曲はなんかその振りとかなかったんですけど、なんかノリノリの曲だから振り付けようってなったんですけど、うん、いや、コロナミティの方がいや俺はこいつに振りをつけたくないってなって、じゃあ誰も踊らない変なのをつけようって言って、これをこうやってよくよく立てて振りをつけたら流行っちゃって、だからライブの時も変な踊り行くぞーって言って君が見るのが数回です、本当にやってるんですよ。本当にやるよね、本当にゲストからちょっとそうしっかり変な踊り行くぞーだしっかり。もしかしたらやるかもしれない。フェス行ったら。これ、あ、これ、あ、それ。そう、本当に、今勉強したから、本当に来た、来た、来た、来た。そろそろ行きます。はい、龍大 IB をお聞きの皆さんこんにちは。本日のパーソナリティは、総勢ブロードキャスト部総勢7名でお届けしています。ということで、今流れていたポルノグラフィティのミュージックアワーなんですが、カズトがリクエストしてくれました。理由ありますか？一応今回の龍大祭で一応自分がボーカルとして歌わせてもらった曲で、もうこの夏多分一番この曲を聴いたと言っても過言ではないんじゃないかってくらい聴いてて、なるほどね、うんうん、もう今流れてた時ちょっともうなんかもうトラウマみたいな。もうあの練習がもうなんかうわーみたいな。そう、また練習ね。そう、どのように流れたりとかもう、なんかその友達とカラオケに行ってこれをもうなんか5回ぐらい歌うみたいな。うわ、すごい。そう。そっか。音とかすごいな。わかんないし、歌い方もわかんないし、うん、だからもう何回も歌って、うん、何回も歌ったせいでちょっとトラウマ。そっか、すごいな。そんな、お疲れ様でした。もういいかなってじゃあなんでリクエストしたの？まあ、ちょっと思い出ね。そうそう、思い出確かにと、もういいかなって。なるほどね。封印する。これで最後、これで最後って最後、締めね。締めの締めに選んでくれてミュージックアワーってことで。なるほど、ありがとうございます。それではここからは、10月1日から琉球大学後期が始まったということで、選手宣誓ならぬ学生宣誓をしていきます。内容は何でも大丈夫です。学校でも部活でも私生活についてでも自分への誓いをしていきましょうということで、また、はい、くじ引きをしますの前にちょっとコメントを紹介しますね。武蔵さん、ありがとうございます。綾瀬ちゃん、麻藤さん、若菜ちゃん、龍大祭
喫茶ヤイビン大変お疲れ様でした。ありがとうございます。お、すごい。ティーダサイダー、サラユナカ、とても美味しかったですよ。綾瀬ちゃん、マトさん、若菜ちゃんとおしゃべりできてとても楽しかったですということで、来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ね、すごい。そう、私たちちょっとクセ強なドリンクの名前をつけてしまって、そうですね、ちょっとね、大変だったよ ね、どれがなんだっけみたいな。そう、まあそれもいい思い出です。ありがとうございました。ありがとうございます。それではくじをしていきます。はい、じゃあ引きましょう、引きましょう。緊張するな。緊張、同じだったらまた面白いけどね。同じかな。せーの、はい。おー、赤。おー、お、じゃあ赤の人からお願いします。はい、私また3人だ。次はさっきよりちょっと短めの6分ということで、はい、先生、私、若菜は何々を誓いますみたいな雰囲気でお願いしますということで、ちょっと初回に私がいないっていうちょっと難しい。どうします？エコーかけてもらいます。え、いけますか？ありがとうございます。そういうの、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 どういうの。みんなで先生を4人で回して、その後に、え、ちょっと誰々の先生だけどさっていうちょっと話をしてください。あ、なるほどなるほど。OK ですか？ OK です。ちょっと理想高くてごめんなさいね。それでは6分間ですね、いきます。はい、よーい、スタート。誰から、じゃあ誰からいきましょう。行きたい人いる？最初から、最初、もう順番にポン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 行った方がいいか。順番に、じゃあ僕から。 お願いします。はい、先生、私、池原たすきは残り6ヶ月、学生生活を楽しみます。おお、ちょっと待って、いい、はい、ちょっと待って、はい、先生、僕、前田龍之介は、私生活を、もっと充実させることをいいね、ここに誓います。はい、おお、先生、私、酒井和人は後期無理をしないことをここに誓います。おお、いいね。先生、私桃代は後期はやりたいことを見つけてできるだけたくさんのことをすることを誓います。おお、じゃあそれについてみんな、え、ちょっとってちょっと、どうしよう、無理しすぎないことは大事だから。そうっすね、それはさっきの話と関わってくるかな。そうっすね、これはちょっと無理しすぎましたね。完全にちょっと休みの時間が本当になんか朝9時から夜9時まで動きっぱなしが2週間3週間続いたんで、ちょっとさすがに無理があったかなっていう。すごい。そうですね、難しい、難しい、ね、難しい。私生活をもっと、そうですね、あ、確かに私生活ね、充実、気になる。なんか例えばその授業、うん、平日とかだったら、うん、そのコマとコマの間なんか一コマ分二コマ分空いたりして、あ、そこをなんかちょっとぼーっとしたりとか、うん、なんか何しようかなとか考えてたら終わっちゃうみたいなのがあったんで、分かる分かる、そこでなんかまあ趣味みたいなのを作ったりだとか、うん、あ、して、まあ、もう少しなんか充実させたいなっていうのがあります。確かにな。え、秋子は何してた？4年の先輩。秋子も私は家に帰ってました。家に帰ってた。あ、寮だもんね。そうなの、すぐ5分とかで帰れるから。そっか、それ羨ましいな。それ以外の人の話聞きたいな。秋子ない。秋子、じゃ、秋子は作ってないっすね。あー、なんか秋子あったらなんか秋子だけなんかどっか行くとかできないから、そうなんよ。だったらもうその空きコマがある今日作らないで午前1、2限だけとか、空きコマなんかその必修が被ってたらもう1から5限にしちゃうとか、そんな感じにしてますね。今は自分はもうなんか月曜日の1限にちょっと重ための授業があって、で2空きで3ってのがあったんですけど、2をずっと課題やってましたね。その1限の時、1限のやつの課題、早めにやっとくっていうのをずっとやってた。そうしよう、解決になってない気がする。解決になってない。あと半分で趣味とかってことだよね。趣味を何か作りたい。最近私読書始めました。ああ、いいね、いいね、いいね。読書なんか久しぶりに読もうって友達に言われて、読み始めたら今3冊読みました。おお、すごいすごいすごい。いいですね。なんか謎の楽しみを見つけてしまって、お店の店名詞ってあるじゃないですか。結構お財布に溜まっていきません？店名詞って。あかたまらない。わかんない。
わかんないからそれをしおりにして読むっていう、うん、なんかおしゃれ一冊に一個なんかおしゃれ面白くない、面白いっすね、そしたら持って帰ろうって思います。確かにここで読んだみたいな、そうできるっすもんね、こういうとこで読んだみたいな。そう、どうですか、趣味ありますか。そうですね、いや僕もなんでちょこちょここっち来てから少し読書はしてたんですけど、うん、おすごい、まあなんか絵とかやろうかなって思って。あ、絵じゃない、いい、はい、どういう絵。いやまあなんかファンアートとかじゃない、外で写真とか撮るんで、うん、それ、あーあー、いい、いい、いい、おしゃれ。写真も大切よ、なんか今思ったら絶対思い出やもんなって思う、学校の写真とか。確かに確かに、いいね、確かに、いい、それ、かっこよくない、かっこいい。秋教室でさ、水彩画とか。いやいやいや、そんなその水彩画、一個分の枠でできないでしょ、水彩画。キャンパスコンフこうだね。こうやって、いやいやいや、無理じゃ、こうやって塗るのいい。スマホで書くんかな、あれ。え、でも今こそ iPad とかあるから。確かに確かに。確かに、ね、iPad で書いたりとかできる。でもそれできるの強みだよ、うん。何回もやってたら上手くなるよね。いいと思う、いいと思う。いいな。うん、やりたい趣味とかないの？やりたい趣味、やりたい趣味、今思えば、今思えばこれやりたかった、秋駒これできたくないみたいな、秋駒これできた、うん、いやーそうだな。でももう課題もうちょっとやっとけばよかった。なんで課題ない、いやいや、やっぱ趣味でも秋駒って言うて90分だから、うん、90分でできる趣味って結構むずくない？なんか休みの日1日使ってどっか行くとかっていう趣味だったら結構あれだけど、そう、休みを作るための課題をやるって、90分の趣味はあんまないな俺は。うん、なんか90分じゃ収まらないけど、そうそうそう、なんかでこっち来て僕ハマった趣味があって、趣味っていうかなんかハマったことがあって、僕ボウリング超ハマってて、そう、ボウリングどうですかっていう、あ、結構ね、奥深い。秋駒で。え、でも自分秋駒で行きましたよ、前期。3、4弦空いてたから、ね、3弦の時間で行って帰ってくるみたいな。で、5弦出るみたいな。パリピや。パリピだね。あ、ダーツも楽しいよ。ダーツいいっすね。ダーツ楽しい。大学生みたい。ピュッてやって。どうっていう。どうどう、じゃあいろいろ試して、はい、真ん中入った時がね、気持ちいい。シューンと。誘ってもらおう。シューンと。一人で行くのは怖い。確かに。ということで、ありがとうございました。はい、イエーイ。ぴったり。ぴったりですね。じゃあ、後半組、青組いきまーす。誰か座りっぱでもいいよ。ただいま。ただいまです。ただいまだ。定位置ただいまです。ということで、後半青組が喋っていきます。よいしょ、いきますね。あ、いきます。あ、そうか、最初に先生、待って待って、私からか、やばいやばい、先生ね。じゃあ先生でエコーをお願いします。いきます、よーい、スタート。先生、私若菜は、女子大生を楽しむことをここに誓います。いいいいいい、すごくいい、先生としてすごくいい。はい、じゃあ行きます。先生、私綾瀬はやるべきことは早めにやることをここに誓います。大事大事大事、大切よ、大事よ、それ掘りがいがあるね、いいね。先生、僕マトは朝の活動の充実化を先生します。うわ、おお、なんか盛り上がってる、盛り上がる、偉いな。ということで、なんかいいね、みんな楽しそうな先生だった。まずじゃあそうだね、マトの朝活から、はい、今はあんまりできてないっていうこと。そうですね、でもこの9月30ぐらいから、うん、切りよく始めようって思って、月曜日だったから、お、朝7時50分に起きて、ニュースピッてつけながらご飯食べて、そしか食器洗ってして、まあ、僕2時間目からしか入れてないので授業、まあ、そうすると9時50分に家出れば全然間に合うので、まあ、その時間を充実化させていこうっていう活動を今から頑張りましょうって感じで自分に誓ったところです。じゃあ2時間あるから、そこを、そうですね、なんか無駄な時間とかにせずに、ね、結構ダラダラしちゃうこととかあったので、うんうん、もうちゃんと起きたらすぐカーテン開けて、うわ偉いよ、これから頑張ろうって、うわなんかこの後言いにくすごいな。朝何したらいいかな、朝早起きして何しよう、
でも本当でもニュースですね、最近はやっぱり。ちょっとこう夏休みの間なんかいろいろ出来事あったじゃないですか、やっぱり世の中的にも普通に1ヶ月ぐらい、うん、でも意外とやっぱテレビつけないとネットニュースだったら自分の知ってるニュースしか、だから自分がもう興味あるのしか流れてこないから、なんかいろんな分野のものは広くないっていうか、なのでそれがいいのかなと思いながら始めたところですね。文化人みたいな、偉いんだけど、すごい、え、わかる、すごい。私も実家に住んでた時は毎朝目覚ましテレビを見れてたんですけど、今起きると目覚ましテレビは終わっててあれみたいな、だから今ちょっと今どういう番組になってるかよく分かってないっていう、ちょっと寂しい感じです。朝早起きか。でもね、先輩からの助言としては、あのね、ダラダラした生活も今しかできないから楽しむのもありだよっていうのもある。でも1年生にそんなこと言っちゃいけないね、ちょっと頑張って。ありがとうございます。ということで、じゃあ次は綾瀬、ちょっとなんか面白かったな、しゃべりすぎたこれ、なんだっけ、やるべきことを早めにやるということは前期は、前期は結構課題一応コツコツやってるんですけど、やっぱりレポートとか2000文字とかあるじゃないですか、ちょっとめんどくさがって、うん、前日にすごいバタバタしちゃうタイプなので、なんか もったいないというか、うんうん、時間あるんだからやれよって感じなので。そっか、偉いな、刺されてるかもしれない刺されてますね。そっか、2000文字あるもんね。そうですね、多いなと思って。そっか、私2000文字のレポートなんて1回しか書いてないかな。私理学部なので、あんまりレポートっていうよりも実験とかかな。あ、それだから私はその2000文字っていうのを逆にすごいなって思う。なんかよくね、理系の方がすごいとかわかんないけど言われてるけど、私は文字が書けなかったり、国語が難しい、暗記ができないタイプだから、そう、もうここみんな理系だからみんなそれができないから、ね、2000文字とかなんかすごいな。だから卒論が正直ちょっと怖い、文字が書けるのかなっていう。そっか、課題はね、は早くして遊べばいいんだよ、もう。頑張ります頑張って。いや、私はね、ちょっと女子大生を楽しむということで、なんかね、女子高生は気づいたら終わってたので女子大生ってブランドは大切にしなきゃなってなんかカズトがすごいうなずいてるけど、女子大生、男子高生はすぐ終わった、うん、すぐ終わったよね。そう、気づいたら全然ブランドをね、大切にしないまま JK が終わってしまったので、ちょっと女子大生は大切に、何をしたらいいかな、何をしよう、なんかありますか。やっぱボーリングボーリングじゃあやっぱみんなでボーリングに行こうかな女子大生ボーリング女子大生ボーリングに行くの多分そう、なんかあんまり授業もないから楽しまなきゃなって感じですね、うん、あとはちょっと研究が頑張んないと、ちょっと今まだゼロみたいなところなのでゼロか、いや、理学部はね、割とそんな感じだから、はい、大丈夫だと思うんだけど、ちょっと頑張んなきゃいけないかなね、卒業しようね、みんな3人で、3人、4人、5人か、そう、今年ブロードキャスト部は5人、4年生がいるので、5人で卒業会ができたらいいねっていう。どうしよう、あと1分も残ってる、どうしようどうしようどうしようね。秋駒、そういえばさっき思い出した、あ、そうだ、あ、秋駒と、あと理学部の話を聞いてる方いましたね。理学部か、あ、じゃあすいません、ちょっと中なんですけど、理学部の話をしようかなと思います。どれかな、理学部の雰囲気とか、まゆさんのさっきのコメント、雰囲気とか入った方がいいよ、楽しいよということを教えてくださいということで、私が思うに理学部は生物だったり物理だったり、まあ、今今日生物と物理なんですけど、沖縄でしかできないこと、サンゴとか海の生物とかがメインなので、なんで沖縄来た甲斐があるというか、どこの県でもできるものじゃないなっていうのが理学部が面白いし、先生も他の学部ちょっと分かんないですけど、なんていうの、フランクな人が多いなと私は思うんですけど、カズトはどうですか。結構そうっすね、なんか、先生も面白いし、うん、まあ、学生もちょっとなんかすごいなみたいな、その研究してる子たちとかがやっぱり来るから、その子たちの話を聞くのがやっぱり面白い。なんか僕結構なんか全然研究とか知ってなくて、カジュアルな生物系だから、うんうん、何それカジュアルなってカジュアルな生物系だから、なんかガチガチに研究してきた人たちの話とかを聞くと、うん、あ、やっぱなんか全然違うなみたいな、俺も頑張らなきゃなって思って結構いろいろやってますね。へー、龍之介はどうですか。龍、同じ地学系の直属の後輩ですけど、
ですね。ちょっと僕はその酒井くんとかに比べて多分その学科のその人とかと、うんうん、まあ先生とかとの関わりがほぼないんで、うん、まあ、まだね、1年生まだいまいち分かってないです。そうか、まだまだまだ。どうして地学系に入ったの？地学系、地球環境系ね。まあ、古生物学がやりたくて、うん、はい、それで。それは結構沖縄だからできる感じのことなの？このどうなんだろうね。サンゴとかだと沖縄がやっぱりここでしかできないってわけではないんですけど、うんうん、まあその全国的に見てもでもやっぱ古生物学ができるって言ったらちょっと限られてくる感じです。なるほどね。そっか。いや、理学部楽しいよね。どう？あ、いや、面白いですね。理学部、理学部最高。理学部最高ぜひぜひ。でも教育学部についてはちょっと放送多分聞いてくださってたんですけど、教育学部の受験の話とか、の放送があるのでぜひ考えてみてください。待ってますという、待ってます、卒業しちゃってるけどぜひ頑張ってくださいとお伝えください。それでは、お、なんかいい感じの時間になりましたので、どうでしたかみんな、大丈夫だったかな。なんかマイク問題を解決するためのくじだったんですけど。いや、でも楽しかった、うん、本当ですね。本当回せるものなんだなみたいな。はい、よかった、おしゃべりしてて終わっちゃったけど。よかったよかった。それではそろそろお別れの時間がやってきてしまいました。それでは CM の後エンディングです。全然進まない。冷凍寿司だ。ちょっとね、みんなで看板抱えないように。今来たばかり。ずっと。あれ、ずっといてくださいませんでした。ハット投げてたし。そう、ありがとうね。これハットってさ、どうなるの？なんかね、なんかポイント、なんか FM ギノワンドツイキャスやってるから、その FM ギノワンドポイントハマって、そのポイントがどうなるかわかってるけど、とりあえず。面白い。タイピング早くして人いつつもないと。そうはないし、絶対モテるよ。モテますね。モテるんじゃない？だから俺はモテないか。ちょっと今日から寿司だから。寿司だ。ちょっと夜中3時から寿司だから。夜中の寿司だ、めっちゃおもろくない？暇な日、なんか気持ち切り替えたいときに寿司で言ってる。なんかレポート書くのめんどいなーってなったら寿司だ。寿司なのが疲れそうですけど。いや、なんかもう出せ。できるようになったか、もうタイピングできると。そうそうそう、逆にもう無心でこうできる、無心で頑張った感じでやるようには最近なってきた。基本の寿司でやってますよ。タイピング練習してますよ。ちょっとすごいね、レベル高い。そんな90分ぶっ通してないんですよ10分やって休憩してる、ね、おすすめは空き駒を作らない。うん、空き駒を作らないです。それが一番空き駒は多分私ほとんど作ってない。俺も作ってない。取ってくれてる。あ、よかった。リュウダイアイビンをお聞きの皆さん、こんにちは。本日はブロードキャスト部総勢7名でお届けしました。夏の思い出だったり、後期の目標などなどについて、話せたかなと思うんですけど、コメントありがとうございます。沖縄大好きさん、アーティストのライブの最後ら辺で、アーティスト、次で最後の曲です。お客さん、みたいな流れがありまして。あ、そういうこと。あ、ちょっと。ね、さっきコンサートの話してたのに誰もさっきからいましたよねみたいな、めっちゃ真面目なレッスンをしてしまったんですけど、ありがとうございます。ちょっと芸能人になんなきゃね。あ、いつかアンコールができたらなんか やばい T シャツ屋さんのライブであれがあったら、なんか前が最後の曲でしたがあった。これ次が最後の曲のくだりじゃないのみたいな。前が最後の曲でしたみたいな。終わりみたいな。終わり、バイバーイみたいな。怖っていうなんかノリが一回あったけど。すごい。それはそれでおもろかった。面白い。なるほど。わ、なんかいいな、そういうの。ちょっとかましたいね。かましたいな。ということで、ラジオの感想、どうしよう。感想。久しぶりに出た人が、はい。お、じゃあ、龍之介。はい、久しぶりに出てみてどうだった？いや、久しぶりに出て、うん、そうですね。でも、あれですね、学祭通して、うん、少しは、うん、今まで喋ったことない
人と話したりしたので、うん、まあ、ほんと少しだけなんか馴染めた気になってます。おー、よかった、学祭よかった、やってそう、じゃあどうしようかな。じゃあみんな原稿は見てますか？ちょっと1年生に読んでもらいたいんですけど。それでは龍大ヤイビンからのお知らせです。今日は1年生に言っていただきます。はい、ではカズトから順番にお願いします。この放送は FM 技能案やツイキャス、YouTube からリアルタイムで聞くことができます。ツイキャスでのコメントは番組内でも紹介 しますので、どしどしお待ちしております。はい、龍之介頑張れ。また YouTube ではアーカイブ放送を行っています。龍大ヤイビンと調べていただければ今までの放送のリストが出てきますので、そちらの方からぜひお聞きください。お願いします。はい、また龍大ヤイビンのインスタグラム、また X の更新も頑張っていこうと思っておりますので、チェックもよろしくお願いいたします。じゃあ最後、綾瀬。次回の放送もブロードキャスト部の学生会を予定しております。楽しい放送にしますので、次週も見逃しなく。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すごいみんななんか読んでもらった、ありがとうございます。いや、楽しかった。いや、なんとかなってよかったです。はい、9時も夜な夜な作った回がありました。夜な夜なって塗っただけ。ありがとうございます。よかったです。じゃあ、どうする？あと30秒。30秒、なんか締めたら終わりじゃないですか。ちょっとみんないける。あ、はい、じゃあはい、今週の放送は理学部4年次の若菜と、工学部4年次の、辰樹と、工学部4年次の桃代と、いけ、理学部1年次の和人と、理学部1年次前田龍之介と、国際地域創造学部1年次の的と、人文社会学部1年次の綾瀬でお送りしました。はい、ありがとうございました。すごい、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、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 ありがとうございます。お疲れ